もピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコース、以前の動画でさ天才小学生が作ったトロールコースっていうのを出したと思うんですよ。まあその方が作ったコースなんですけど、今度はね小6の時に作ったみたい。まあ説明文にも書いてるんですけど、制作時間1ヶ月以上の小6が本気で作った騙しコースです。それじゃ早速やっていきますか。前回のトロールコースもクオリティやばかったよね。小学生が作ったと思えないね、クオリティだったんですけど。まあ、クリア率は 0.23%。これちゃー上等じゃねえか、ピエンサット。これ避けます。そして、ここでバネで、多分パウを倒す。違うパウを倒すじゃねえ。ブラパ倒すんですけど、ここで今ね、キノコ振ってきたと思うんですよ。あれ取らなきゃいけないね。以前のね、この方のコースもね、振ってくる系が多かったんですけどね。じゃあ、これ左がブラパだったんで、右行きます。そして、ここでチビになっておいて、左。え？これは、上に行ったけど大丈夫かな？あら？え？ちょ、あら？ドアに入った。右下めっちゃ気になるんですよね。多分ここで無敵状態を利用してすぐ右に行ったらいける。でこのまま右に行けねえのじゃあさっきのところで合ってるっぽいね。そしてオッケー。ちょもうそれはないって。そしたらここで金魚を避ける。金魚を避けて隠しブロック出す。そんでツタに捕まる。あぶねー2つも準備してんの隠しブロック。じゃあここはあれ、ちょっと待ってね。なんか左上でずっと P 押してるよね。このまま右行けるっぽい。行きます。ここで行かなきゃ。はい、うまい。うまいけど意味ねP を発動させずに右に行けみたいな感じでしょ。ちょっとどうやって行くんだろうねそれ。このまま右行っても、あ、行けた、行けました。あ、待って、あの USA いる、あいついる。ちょっと待って、これは、あ、ここで USA キノコが来る。これを取ろう。来た。そしてここで大ジャンプ、オッケー。で右、あ、待って、ここでちっちゃくならないけんね。ちっちゃくなってからの、どうしよう。なんかね、右のブロックあるじゃん、あれ多分なんか出てくると思うんだよな。ここ鉄球かなんか、何も出てこんねん。じゃあここのハテナブロック叩きます。そっちに出てくんの。それじゃあここは鉄球を出しておいて左に逃げよう。多分これで大丈夫。なんか来る、なんかやっぱ来ると思いました。バカめ読めてんだよバーメン。じゃあこのまま左行きます。そういえば最近ね、ツイッターにね、歌ってる動画っていうのを出したんですよね。いやもう消したけどね、気持ち悪いんで。じゃあここは一回ボム兵出しておこう。ボム兵出します。で待っておこう。そして多分ね、左上の土管に入るんじゃないかな。多分そうでしょ。行きます。ほい、来た。いやこれで合ってたね。これは右左、ちょまたお前か。じゃあここの土管入ったらね、左に避けよっかな。ちくわブロックのとこ、多分これで合ってる。なんだあいつは。そんじゃリベンジだね。ここは左に追っておいて、ちょっと待とう。クリボー出てくるでしょ。あ、チョロプーか。チョロプーが出てきてからの、これ踏んでいいのかな。踏むね。なんかチョロプーの下の鉄球がすげえ怖いよね。じゃあ右このまま行きます。オッケー。このブラパは多分出てくると思う。右下いるでしょ。あれをジャンプしてよけ。ピエンサットやるじゃねえか。前回のこのピエンサットさんの動画でね、紅茶家電飲んで喉がぶっ潰れたまんまやってたんですけど、今日はねバナナミルクだからね、多分大丈夫。じゃあこのまま一回出しておこう。出しておいて上に行く。うわ大丈夫。ツタに捕まっておこうか。ツタに捕まります。大丈夫。でこのまま右行こう。でここ右絶対なんか出てくるんでね、上行きます。なんか見えるもん、ちょっと。なんかちょっと見えます。一旦右行ってそのまま左に逃げる。違うのか。じゃあこのまま上に行こう。ダメなの？いや、違う、ダメじゃない。どっちにしろあそこ行けない。いや、そうやって行くの。待ってくれ。なんだこの右のあれは。なんなんこのあれ。あれよ。分かってるんだ。それでは、ここは真ん中を叩きたいと思います。うるせえ。これ10個に取ってみる。これ取れますよ私。はい、ちょっと見ててね。おら来た。
いや全然何の意味もないけど。うわここ初見殺し来るよ、絶対なんか来る。あら、これもしかしてさ上に行くんじゃない？ねえこっち行って、うわナイス、ほらこれで合ってた。いや分からんやん絶対。でこのまんま引き抜いてリークになります。オッケー、うわこれは下、いや上に行こう。うわあ絶対無理だね、これは下行かなきゃ無理だね、絶対やられると思う、ここで絶対なんか来ると思う。叩いて左逃げます。よっけ来た、避けました。なんか勝った気分だね。ちょそれはずるいよね。っていうかさ中間なくね、マジで中間欲しいよねそろそろ。あのやっぱ同じこと何回もしてるとね、気が狂いそうになるっていうか。だから制作者さん、できれば中間ポイントつけてあげてください、お願いします。そんでこのまま右行ってずっと左押しっぱで、左押しっぱ、いや上だね、ちょっ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 、でこのまま左にジャンプ来た。オッケー、オッケーですかね。じゃあ赤の土管入ろう。そんで次はこのまんま、なんかねそんじゃここの土管入ってすぐ右に行こう。ジャンプ来た、あ中間あんじゃん、よっしゃ来た。いやちょっと待ってこのまま下でいいのかな、一回やられろってこと。あなるほど、ここでファイヤーを取ってあれだね、やられろ的な感じだね。すげえめんどくせえ、すげえめんどくせえなんだこれ、下の氷がすげえ邪魔だな。オッケー、これ走ってなんかいけないの、走ったいけないね。いやマジちょ、マジちょっと、マジちょっともう素直にやらせてくれてもいいじゃんかねえ、別にこんなことせんでもいいやんか、何考えてる。来た、あとあと何個、あと4つ、いやきついなこれ、もう来るよ。はい、よっしゃー、やった、これでいけますねルイージ、ありがとう。じゃあ中間ポイントからなんですけど、どうしたワンワン、ワンワンどうした、なあ先が見たいんだけど、これ顔が引っかかってんのかな、プルプル震えてんだけど大丈夫かな、あのワンワン。絶対なんかこんなんと思いましたあら、あでもやられれないか、ピエンの顔、これなんか顔文字の顔なんですけど、いや可愛いね、そんなのんきに言ってる場合じゃないんだよな。じゃあここは音符ブロックを踏まないでジャンプする、で鉄器を出す、そして左に入る、多分これで合ってるね。なんかねこのコースさ一個一個一場面、ちょあぶねえ、いや大丈夫、これは合ってたんじゃない？あ、さらにフラワーまで出してくれると。オッケー、多分これで合ってたと思う。ほら、来た。で、ここでリンクになって、オッケー。で、右に行こう。で、ここはジャンプしたらまずいよ、きっと。うわ、これ上と思う？下と思う？あ、右か。どっちだろう？ちょっと右行こっか。右が正解と思いたい。で、カロンの甲羅吐きます。どこ行くのどこ行ってんだ、いや、スターあるね、いや、こっちが正解っていうパターンもあるよ。スター取って早く行こう。なんだそれ待って、スターいらねえじゃんか、なんだこのスター、期待させんな。左押しっぱでいいんじゃない、左押しっぱするね。おっちゃっ上でなんかノーって書いてたからダメだと思うんだよね。なんでここは一回小ジャンプしよう、小ジャンプしてこのカロンのホーラ履いて、ホーラ今ホーラってあっ、ちょなんで、何当たったの今、何よ、ここなんかいるんだよな。でここジャンプしてこう、ジャンプ来た、うわこれは何も取らない、あ何も取らないが正解だったね。このハテナブロックきっと何かあるよ。じゃあそっちあなたですか、いやこれはなんだ、じゃあまあそんなんと思ったけど、ボム兵が出た瞬間右、オッケー、いや多分これで合ってるんですけど、このまま右行ってこれを取ります、多分これで大丈夫と思います。でジャンプ、いやこれはちょ、あこの
無敵時間を利用して早く行こう。おせしゃがみジャンプしてそのまま右にダッシュする。オッケーで、このまま右、いや抜けた、いや来たね。でこのまま右行って、あらファイヤー取れんくねこれ。あ、わかった、バブルが落ちてくる系。オッケー、いや多分これでちょっちくわブロックの上にもう一回乗るんじゃない。なんでちくわブロックを復活させておいてバブル出す。でこのちくわブロックで避けます。でいいタイミングでいけるはず。あ、ここか、ここでパワーブロックを叩いて右。うわザバー、やっと倒せたね、あのブラッパー。でこのまま右、ナイス避け、ナイス避け、ナイス避け見た今の、あーちょっと待って、大砲はないでしょ、今の神的な避けだったじゃんか。右にダッシュしてここで爆弾でブロックを壊します。これでいけるはず。もう2個目の中間ポイントマジでそろそろ欲しいな。これはジャンプするしかないね、ジャンプします。でここもジャンプするしかないんですけど、一旦左避けます。ほらなんかドロールを読めてる、ドロキング来ました。でここは、え、なんか出る、あ、これ1キャップか、めっちゃ怖いね。え、左、なんか左って書いてない。あ、いけんもんね。でもじゃあこれは上に行く、あ、上なんか怪しいね、上に行ってみますじゃあここは一旦ちくわブロック乗った瞬間左に避けます。オッケー、これで上に行けるのかな。あぶねいや避けましたね、もう一回ぐらい。あ、これは赤の土管入れるのかな。あ、入れた入れた。でもなんかさ下に行くみたいな、そんな感じだよね。ここに避けます、多分ここが大丈夫。ほら、いや今日冴えてるね、いやめっちゃ冴えてる。このまんまキノコを取ってからの上、上なんですけど、これ右叩こっか。オッケー、これ叩いてもいいのかな。まあ一回叩かんでは、ちょっとダメじゃねえか。じゃあここキノコ取って左から行こう、これで合ってる。オッケー、でこのまま上行って、で、これはね、下から行くのが正解だと思うんですよね。下から行って、当たって、右。なんもないんかいあ、いや、あった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 。うわーっとそんじゃね、ここのドアに入ると、すぐ右にダッシュして、ジャンプ。オッケー、うお、ナイス、よけ。いや、たまたまだね。ちょっと怖い。ちょあ、待って。あれ、ゴールじゃね？見た今の。いや多分ゴールよ、あのツタんとこ多分ゴールかもしんない。でこっちで待っておく、そしたら多分ゴールがあると思う。落ちてくるでしょ、ほらこれ多分ゴールだと思うんですよね、あのツタ。どう、ゴールであって、頼む、ゴールであってくれ。なんだそれなんもないの、これは。え、何この下、何の意味もないの。うわ、これ絶対ねゴールと思ったんですけどね。じゃあ赤の土管入ろう。なんかね、赤の土管下にツタがあるでしょ。あーって言われてる。こっちはポーって言われてる。ポー行こっか、なんかポーの方がいい気がするよ。なんだこれはえ、こっち行く。中間2個目めっちゃ欲しいうーわ、これ左だったじゃん、2分の1やんか。なんで外すのいつも。いや、こっからやられなければいいだけの話でしょ。大丈夫、きっといけるよ。これ一番最初じゃねえか、ここどういうことよ。え、今んとこドアもう一回入ったら受かったのかな。それにしてもさ、あのポーじゃない方の左の赤いとかめっちゃ気になんない。じゃあこの R の方に入ってみよう。あ、R 入れないんだね。それじゃあこの青の土管の方入ってみようか。まあ入ってみようかっていうか、まあ分かってるんですけどね。ここで左で中間ポイントゲッツ来た。でここでね、多分青い土管に入ってもう一回ドアに入ったらゴールがもう近いんじゃないかな。ここどうなる。いや、なんか降ってくる。もう今度でかいやん、なんか違うやん。でかいやつ避けるでしょ。避けます。ほっ、オッケー。で、ここで
孔明があると思うんで、孔明を叩かないようにしていく。で、ここでもう一回あれ出る？あ、出るんだね。もう一回さっきと同じことしろみたい。ちょっとさっきと違うやんか！もう、そんじゃあ金魚が降ってくるかね。金魚避けよう。なんで今度降ってこないの？ここら辺でジャンプしてたらもしかしたら降ってくるのか。じゃあこのまんま、ジャンプ。さっきと違うもんな。鉄球のなんかあれもさっきと違うんじゃない？大丈夫？じゃあこのまま一旦こうしてて左に逃げようか。左に逃げて、ほらなんかさっきと違う。大丈夫、避けます。オッケー。でここであれ、あ、俺でしょ。来ました。ここまではいいんだよな。でもう一回左に行けばいいの？さっきとね、なんか繰り返し同じことやってる感じなんだけど、なんかね敵キャラが違うんだよな。じゃあここは左行きます。わかんねえって。もう右に逃げます。こっち、オッケー。そして、あ、チョロプーは変わんないんだね。チョロプーを踏んづけよう。はい、オッケー。うわ、ここらへんまたさっきと違うでしょ。なんか出る。あ、コインか。コインはいい、全然いい。で、このままジャンプ。これさ、右今度なんか出そうじゃない、このブロック。おらダメだった。そんじゃ次避けるよ。ここでジャンプして避けます。オッケー。よし、じゃあこのまま真ん中で叩いて、で上に行く。ここはまた変わってんじゃないの、これ。ここちゃんと US で出る。出ました、ナイス。ここまでは一緒なんだね。で、ちょ、危ねえ、来た。で、このまんまキノコ取って、いや剣ね、剣取って、これはもうオンをするしかないんですけどね。これはまた同じ逃げ方でいいのかな。はい、ジャンプ。じゃあここはオンオフして何もしない、金魚が降ってくるだけ。そして右に行こう。あ、いや、もう一回オンオフせない剣っぽいね。もう一回オンオフしたら、あのテレサが来る。ほら、やっぱり。で、このまま右に行こう。で、ここはさっきツタだったよね。ツタだったんで上押しっぱで、いや、ちょっと待ってくださいね。これは右に行けるんじゃないんですかね。このまま上のドアに入りましょう。多分こっちで合ってる。またここか。いや違う、わざわざ罠の方行ったんだ僕は。しかもなんだ、今度はすぐやらせてくれんのか。これは多分ね、左行ってよかったね。このまま左行こっか。いや、こっち合ってる。次どんなんだったっけ。あ、これか。ここなんか出るパターンのやつでしょ。オッケー。で、あ、ワンはあんな風に引っかかってたのね。で、このまんま中間ポイントはやっぱ取らせてくんないよね。で、ここの音符ブロックはやっぱ踏むとまずいと思うんで、チャップ。オッケー。いや、これでいいよね。いや、ほんとにこれやっぱ次は音符ブロック踏まないけんパターンとかそんなんじゃないので、これはなんか出る。うわ、それはそれで合ってんだ。絶対やられると思った今。めっちゃビビったね。じゃあこのまま上行こう。あれ、ファイヤーなくね。ねえ、ファイヤーがないんですけど。ここの音符ブロックでファイヤーとかないかな。ちょっと踏んでみようか。あら、ダメなパターンですかね。大丈夫これ。うわ、なるほど、そこにあるのか。ちょっとそんじゃあここは音符ブロックを出して鉄球を落とす。で、ここに確か降ってきたよね。うおっけこれで次に進めるでしょう。で、さっきといろいろと違うんだよな。なんか下にチョロプーとかいるしさ。あれは大丈夫か。このまんま一旦左に走っていくんですけど、ここで上。もうもうカロン邪魔しないで。もうだから一旦このリンク取って、あの一マス分のとこで待っておこう。ここで待っておきます。来た。で、次はこっちだね。これまたあれあるのかな。はい、うわ、あったあったあった。で、右に行って、じゃあここは普通でいいのかな。こっち行くね。これはここは変えようなくなっちゃう。もうひどすぎ。いや、鬼畜すぎこれ本当に。それじゃあここね、バブルが降ってくる。オッケー。
一回バブル避けよ。バブル避けて爆弾出そう。よし、でバブルが行ってから右。うわー、おっせえ、これタイミング難けくね。それじゃあ次はタイミング見ていこう。しっかりタイミング見ていきましょう。でここで爆弾出します。で爆発した瞬間に行こう。オッケー、いやいける、よしよし、ギリギリ。で次はこれはキノコ取っていいと思うんですよね。いや違う、キノコじゃねえ。うわひどい、今のはひどい。そんじゃここは右に追っておいて大丈夫で、ここでこう、よし、で右に渡ろう。うわここ絶対さっきと違うパターンでしょ、絶対やられると思います。私一応同じ風には言ってみるけど、でここでジャンプしてバブルが出る。あ一緒みたいな感じ。あ一緒なんだね、ここは。オッケー、なんか得した気分。で次に入ります。で今度はこれは右に走っていったらダメ。絶対そうなると思った。そんじゃここは土管に入って何もしない。多分ここで金魚振ってくるでしょう。オッケー、何左に行かないけんの。ここに追っておこう、多分これで大丈夫。そしてこれは上ダメだったもんね。じゃあ下に行ってこのまま右行こうか。いや多分ここまではね一緒だと思うんですよね。あなんかゴールっぽくない。でここであれ鉄球が出る。オッケー、もう一回なんか出る。いや大丈夫だね。なんかこの独特感はゴールっぽいよ。そろそろゴールが来てもいいと思うんですけど、ちょっと何ですかそれは。なあ聞いてないんですけど。そんじゃここはねすぐ行こう。あの砲台が来るからね、あの火が消えたら行きます。すぐ行こう。はい、なんで。いやそれじゃあね、この火が消えたらすぐ行きます。またおいし、オッケー。いや多分これでいいね。うわ初めての陸地。陸地って言い方おかしいけど、これはまた多分ねパックンかなんか降ってくるんじゃない。おお金魚お前かー。さてここでね上に金魚が降ってくるのは分かったからね、金魚に気をつけよう。いや一旦こっち行こう。で左、オッケー。じゃあこのまま右行っていい感じですかね。よし来た。で次はうわどうしよう、これはなんだこれは、無理じゃんかそんなの。じゃあここはすぐ多分下に降りたらいけるはず。オッケー。でうわ危ね、めっちゃ危なかったね今。そしてこれはうわどっち、あら待ってこれやられれないパターン。うわ左のハテナブロックを叩かないけんのもしかして。マジ最初からやり直しここで。そんじゃ戻ってきたんですけど、やっと戻ってきたよ。ここはねハテナブロックを叩きます。そしたらどうなる、なんだそれ。ハテナブロックを叩いて右に行く、多分これが正解でしょ。オッケー。うわこのまま上に、なんで。もういやもうほんときついこのコース。じゃあ次はねブラパ出さんようにしよう。左にジャンプしたらいいと思うんですよね。はい、オッケー。うわこのまま上に行くね、大丈夫。で今度もこれ下からしか多分行けないと思うんだよな、絶対そう。なんで一旦こっち、なんでよなんでよなんでよ。そんじゃ今度は上から行こっか、こっちからで行けるのかな。あなるほどね。で雲抜いて下に行くみたいな、いやこんなん分かんねえよ普通。じゃあ今度は、いや忘れてた。今度はあれもうゴールがあるんじゃないかな、絶対あれゴールでしょ、多分そうだよ。なんかゴールのマークみたいなあったもん。ぶっちゃけこれもう3時間ぐらいやってるんですよね、やばくない3時間って。なんで左なんだよ今度は。次は右に避けない剣やったね。なんでこのドッスン避けて右、そして左に避ける、そしたらボム兵が降ってくる。来た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 、やった。やったいやマジ嬉しいね。いやこれ相当時間かかったね、おい3時間近くかかったもん。うわきっつ。多分この動画長いかと思うんですけど、最後まで見てくれた方どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。